自転車屋始めました。こちらはオーナーのケンさんの私物です。ご紹介していただきます。ハリウッド俳優のケンさんはいるでしょうか。いる。こんにちは。ケンさんのバイクです。これがファーストカスタムしたチャリンコです。前から見るとバイクですもん。もうバイクですね。バイク用のライトを入れててこうやって2色に変わるようにしてます。こうですね。かっこいい。でハンドルも変えて、うん、切ったりして、うん、ここも変えてるんですよ。全部ステーも全部。へー。で椅子も変えてここについてた光ってる。ここもこれもライトですね。でここも外してこういうチェーンリングって綺麗な可愛いやつに入れて、うん、あのなんか自転車らしさなくして、うんうん、でこの丸に合わせてペダルもこういう可愛い。わあ可愛い。何種類かあるんですか。もういろいろこのペダルはねもうあのネットで安いの買って自分でもつけられるんで、あ自分で選んだがここは面白いと思いますね。うん、品があって可愛いこの丸。でこのタイヤもあの全体的に変え、まあ、形に似合うタイヤを選んでつけて、いろんな種類があるんで。え、これも作ってんですか。いや、これ自体はもともと、ボディーを。あ、で、これはつけたんだ。ここはね、サイドステップとかの2人乗り用のステップついてるんですよ。あチャリンコダメじゃないですか。はい、だから外しちゃって、穴が開いてるからシールをつけちゃって。なるほど。バッテリー。これバッテリーですね。これは内包がかっこいいんだけど、修理道具とか、困ってる人がいた時に直せるように入れて、バッグつけて。出張修理もやってます。出張修理やります。これは自分でつけて、あスピードも出るんだ。スピードがチャリンコに法定速度はないらしいんですけど、はい、一応電動アシスト自転車っていうので24キロ以上出るときにはアシストをしないっていうルールがあるみたいで。あそうなんだ、うん、リミッターが入ってますね。で7段階一応これ7段ギア。ただアシストしちゃうからギア使わないですね基本的にね。そうですよね。なくてもいいぐらい、うんうん。これは鍵ですか。はい、鍵です。鍵は絶対必需品ですね、なくなるから。そうですよ、女の見つまれちゃうかっこいいって言って。最近ね、いたずらが増えてるらしいんでタイヤパンクさせたり、タイヤ外しちゃったり。最悪ですね。だから、なんかこう、危ないとこには置かない方がいいですね、やっぱ高額なんで、うん、それはこれは、これで電源を入れるんですよね、真ん中押して、で、これがアシストのモードでパワーモードを切り替える、うんうん、どういうアシストするか。これはさっきのライト。あライトのスイッチ。でこれはもう、バーっていう車みたいなホーンもあるんですけど、僕はこのようなチャリンコらしさを残したい。これはちょっと僕はチャリンコらしさを残したいんで。いい。これも単純にギアで、ギアですね。すごい。かっこいい。ケンさんの自転車でした。自転車でした。あのあそこのベージュのも、はい、あれ名古屋のお客さんです。名古屋のお客さん？カスタム。これ。タイヤとハンドルとライトとシートとペダルとか全部変えて。すごいいい色ですよね。意外とねピンク合わせてみたら。可愛い。かわいい。チェーンリングも上にあんな種類があるんで。あ本当だ。楽しいですね。楽しい。タイヤもいろいろあるしね、うん、面白いです。プランモデル作ってるみたいで極めると強いですね。もうただね販売をするとなるといい加減なもの売れないんで。そうですよね。知識と技術と品質を自信がついてから販売するようにして、うん、そうですよね。またちょっとこれ違うの。これは検査のやつと一緒か。色違い。色違いか。かわいい。かわいい。これ今3種類あるんですか。いや、もっとあるんですけどね。一応今これだけ。柔らかい、これは。すごいね。自転車にこんなシートがついちゃう時代なんですね。シートの皮をかけて自由に選んで。いやー、これ。作っちゃう。迷っちゃう、本当にやったら。まさかのこれを一人でカスタムできるようになっちゃいました。はい。こういう電動バイクっていうのが今流行ってるんですけど、うん、タイヤパンクとかブレーキ修理をしてくれるところがないらしく、うん、まあ、買ったとこに持っていく、でも少ないから
待たなきゃいけないらしいんですよ、1週間、2週間。なので、困ってる人がたくさんいるっていうことで、出張のタイヤパンクとか、ブレーキ修理とかやるようにしてます。自転車の修理難民の方は、そうです。ケンさんの手によって、修理できます。ぜひ、困ってる方は来てください。こうやってカスタムも全部やってるんで、タイヤ変えたり、ここ変えたり、椅子変えたり、全部やっちゃうんで。お待ちしております。お待ちしております。